前線付近の空気の動きを水を使ったモデル実験で見てみましょう。冷たくて重い空気の代わりに砂糖水に色をつけたものを用意します。水槽には温かくて軽い空気の代わりに水が入っています。水が均一に流れるように水槽の左側の仕切りには穴が開けてあります。右側は溢れた水が流れ出るようになっています。冷たい空気の代わりに砂糖水を注ぎます。砂糖水は水よりも重いので水の下に潜り込み水槽の底を進みます。この時軽い水、つまり温かい空気が持ち上げられています。この様子は寒冷前線と同じです。次は温暖前線のモデル実験です。先を塞いで穴を開けたホースを使います。均一に水が出るように調節してあるのです。蛇口をひねると温かい空気の代わりの軽い水は重い砂糖水の上を流れていきます。やがて水槽の底の方に両方の水がぶつかり合うところができてきました。重い砂糖水の上を軽い水が乗り越えるような形になりました。温暖前線付近では冷たくて重い空気の上に暖かくて軽い空気が乗り上げるような形になります。